ウィーバー。どうも、現代忍者タグです。にんにん。ぴょんぴょん。あれ、今日一人だね。今日一人。なぜかというと、真面目に今日はやりたいなと思ってる。やっちチャンネルね、格闘技ファンに怒られたじゃん。怒られた、ね。真面目に教えろと。バラエティチャンネルだから、うち。エンターテインメントとして。まあちょっとふざけすぎたね、ヤシさん、すいません、今度プライベートでちゃんとウェブあたりやりますから、すいませんでした。マジでマジで、でもこれ本当にそのやらせとかなし、本当にすごい、いいです。すいません、お願いします。朝倉海さんとコラボ、はい、ということで、今日はちゃんと先生にウェーブの説明をしてもらおうかなと思って、肩甲骨の動きだったり、肩甲骨 その柔軟性をこう開花させる方法であったり、そういうの聞いてね。そうなんだよ、ちゃんとウェーブの説明を先生にしてもらって、真面目に、今日は、うん、今日は皆さん一切ふざけません。おちゃらけなしで、おちゃらけなしでいきます。振りじゃありませんよ。いよいよベースに来ました、海さん、お願いします。お、よろしくお願いします。よろしくお願いします。朝倉です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何ですかここ。自分がよくあのウェーブを修行してた場所なんですけど、秘密基地ですね。秘密基地です。なんか大丈夫だな、これ行けないところに来ちゃった感じするんですけど、けど今日はウェーブというのと先導術を、ね、はい、教えたいなと思ってたんですけど、はい、めちゃめちゃ興味ある、はい、まあ、映画のために学んだんですよ、はい、リボンという映画なんです。今日はちょっと、あ、先生、うちの師匠、師匠、師匠で絶対いろいろな技もできるんで、自分ウェーブしかできないんで、はい、ウェーブ以外の戦闘術、そうです、先生はオールマイティー、オールマイティー、はい、もう最強ってことですか。最強ですね。はい、加谷さんぐらいの一流の選手にはとか、はい、この間もね、矢地さんとかもそうで、うん、はい、一流の人たちに教えるものなんか俺はないんですよ。見ましたよ、すごいじゃないですか。いや、アクションなんですよ、だから。いやいや、アクションマスターなんですよ、やば。俳優ですからね。俳優ですからね。そこを知りたいですよ、はい、やっぱり。自分は映画でやりたいんですよね。で、かやさんとか突き詰めて突き詰めてリングじゃないですか。そうですね、やっぱ実戦で使える、はい、映画とリングっていうので違うじゃないですか、はい、ベクトルの方向が違う、はい、じゃあ先生、はい、お願いします。はい、おー、師匠、初めまして、うちの師匠です。いやいや、先生でございます。ぜひ本物の方です。はい、それは自衛隊の軍事教官してます。ずっと主部隊が日本にできたんですけど、はい、その時にちょっと格闘技を日本の武道から作れって指令が自分のボスから出まして、はい、それがゼロレンジコンバットって言うんですけど、でその中のそのウェブという、まあ、映画に昇華できる一番こう見やすいので、自分たちはこういう重火器とかも使うんですよね、はいはいはい、両手が使えない場合があるんですよ、はい、CQB って相手をこう倒していくんですけど、うん、その時に相手にぶつかっちゃうとダメなんで、そこで体を柔らかく引っ掛けて入るようなという状態がたくさんとすると面白い、こんな映画でそんなのなかったっていうのからなんですよね。それからこう知り合って、じゃあウェーブの創設者、そうそうそうウェーブって結構新しいですか。古武道から剣術から使ってるんですけど、ウェーブって名付けてやり始めたっていうんだったら先生が最初で、うん、そうですね、リボンから、はい、先生の方が作られたんで、はい、細かい説明がうまいんですよ。あ、そういうことですね。うん、肩甲骨をこう、そうですね、印象深いと思うんですよ。ちょっと見てみてください。こっちをこう使うんです。こっちとこっちが両手なんです。そこをうまく使うと、本当ですか今の。解散で一回、解散で一回です。僕なんか演技とか絶対できない。あ、ちょっとこう、そうだ。感覚。体幹めちゃくちゃ強いんで。はい。はい、お願いします。失礼します。マジでマジでやばい。何が違いました。え、なんか持ってかれます。そうなんですよ。失礼なんですけど、僕これちょっと受け手のオーバーリアクションかなって思ってたんですよ。高木さんチャンネルとか見て、本当かなみたいな。そうなんですよ、マジだこれ。そうマジだこれ。で、僕がやってるからもう茶化してるって感じになっちゃって、俺も傷ついちゃうんです。俺がやると嘘っぽいですよ。だから今日師匠に解散なんて、ちょっと説明した、そう、一流の方が来た時にはぜひ説明させてもらって。もともとウェーブパンチは原型がこれなんですよ。これ単目上昔の、はい、ここに防塵ベストっていうのがあるんで、それをこうつけるんですよね。そうすると体守るんですね。そうなんです。これそうアタックしてもちょっと効かないんですね。それでこう体をそのウェーブっていうか中にバランスを飛ばして次戦っていくっていうのから、たくさんが「おや、じゃあパンチでもできんじゃないですか」っていう
発想変換みたいな香料的持ってもらっていただきまして、はい、このままくっていう出力じゃなくちょっとなんかこうちょっとオーバーな格闘技だとちょっとやりすぎだよっていう動きかもしれない。そうなんですね。でちょっとこう稼働させてあのここで入れる感じです。中にこう背骨をちょっとこう背骨にこういってちょっとって感じが、そう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 、いいですね。力入れない方がいい。そう力入れない方が、そう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 。そんなすぐにできるようなものじゃないですね。ウェーブって肩甲骨の可動域になってくるんで、はい、あそうそうこういう感じ。おおすげえ、めちゃ動く。解放についてなんかこう動かしてる。一回今度ちょっとガチでじゃあ今度一回解散ちょっと耐えて。呼吸外して。痛くないですか？痛くないようにします。頑張ります。痛くないようにしてみてたらちょっと弱まります。いやけどやらせはなしで行きたいんで。おお結構来る。おお、力で押してとはちょっと違う。違いますね、なんか振動の振動なんです。そう振動なんです。本当に波が、はい、波が来るんです。はい、そうなんですよ。でもこれ絵的に地味じゃないですか。はい、なのでウェーブパンチっていうふうな形で映画に落とし込んだと。なるほど。ちょっとまずウェーブパンチの、そうですね、仕組みを。そうですね、仕組みですね。映画って下半身を動かさないとか上半身だけってあるじゃないですか。はいはい、下動かしてパンチこう打ったりとかやった時も映らないんですよ。それでとにかく肩甲骨にちょっと特化しようということで、本当はやっぱ下半身を使うんですけど、まっすぐだとまっすぐ飛んでっちゃうんで、ポンと入ったら力を上にこう持ち上げていくっていう。ちょっと一回いってますね。ここに殴られて今ここに塊が来ました。来るんですか？来ます。たくさんちょっと。たくさんに言うと俺にちょっと違うんだ。じゃあちょっと違う。違います。横流しで横流し、はい、うわっ、おーじゃあ横なんですね、はい、横に流すってで、映画ってやっぱ一人ずつ殺していくじゃないですか、映画の技は。格闘技って引き大切、次があるじゃないですか。そうですね、そうですね、そうじゃないですか、はい、で、結構だから結構突っ込んじゃってるんですよ、格闘技の。そうセオリーで言うといけないこと。そう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 なんですよ。そうなんですよ。でも、でもそのパンチ打つときに肩甲骨ってあんまり今まで意識したことなかったんですよ。ここに前鋸筋ってこうあるんですけど、よく俗に言うブドウ筋って言われる、はい、ブドウとか水泳選手がすごい解放して、はい、クロールとかで使う、あ、そうそう、柔らかい、はい、パワーもある中でそれを覚えたのすごい、すごい、はい、はい、ちょっとやってみたいですね。ちょっとやってみて、楽しかった、楽しかった。もう一回見せてもらっていいですか、なんかコツというか、なんか、うん、お前耐えられる、それこれしたらもうお前耐えられないだろ。この肩甲骨のここの回転なんですね、はい、こっちの回転です、ね、おっ、おお、こういう回転です、ね、奥まで突き刺さってる感じ。そうそうそう、パンチというのを横滑りするような感覚で、はい、正中が横に滑るような感覚だと中に、なるほど、はい、そうだ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 、ちょっと波に行きましょう。ちょっと僕も受けていいですか？はい、ミットで、はい、正解、はい、じゃあ一回行かせていきます。おお、え、めちゃめちゃくる。ちょっと違うの分かりません。格闘技と違いますよね。え、たくさん自分一回試しますよ、はい、ちょっとシャンパラに行きます。あ、どこでも大丈夫です。この方だ。おお、めちゃくれ。奥に来ます。忖度なしで。なんか僕やっぱ格闘家のパンチたくさん毎日受けてますけど、はい、なんか質が違うというか、はい、一撃のパンチ言ったら相当効きます。僕のチャンネルメンバー斉藤いつも受け手なんで、結構本当に近いでしょ、かなり強い。じゃあちょっと柔らかくやらせていただきます。すいません。うわうわ、なんか波打つ。なんか普通のボディと全然違います。そうなんです、そうなんです。こういう今この辺にもらったのに、なんかこの辺がそう上に、はい、でもこれ本当に
そのやらせとかなしって本当にすごいです。でももともと戦闘術なんで、はい、別にあの戦場で殴るわけじゃないんです。あれの応用で、はい、あれの応用です、ね、自分も一回駐屯地でバチンと撃ったら、あの弾倉って言って銃のマガジンを入れてるとこ撃っちゃったんですよ、はい、でバーッて切れちゃって、戦場で拳ってあんま使わないわけですね。そうですね、袖とかで今それで特殊なグローブも出てるんですよね。これあのカーボンがこう貼、ね、ってやるようなこう相手の背後にこう回りたい時があって、足をうまく使うんですけど、こうしてる間にこっち側にちょっとこう股関節が畳むんですね、はいはい、でこれをこっちにこくとこう後ろに入る。え、もうちょっとゆっくりちょっとやってみたいんです。こうしてこう背後に組んでる時とかどうですか？発想なかったですね。一回試してみてください。はい、あ、そう、足がですよ、こっち側に、そうそう、あ、そうです、このこれで背後にぐるっとこう、はい、あー、そうです、そうです、そうです、はい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 、おお、これにちょっとこう硬直とかの時に、なるほど、これ、はい、疲れるかもしれない、総合格闘技、はい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 、なるほど、使えそうっすね。今までこうはやったことなかったっす、ね、あ、はいはい、戦闘術暗殺みんな言うんですけど、こういう実は優しい技が多いような、はい、さっきのあれもそうなんです。あれも内臓破裂とかじゃないんですよ、ぐーっと来てる間に拘束しちゃうとか、次の場所に逃げるとか、ディフェンス、そうですね、それ倒すっていうわけじゃなく、はいはい、肩甲骨のトレーニングの仕方はとか、そうです、ね、はい、一番いいのはまず一回肩を上にこうスーッと上げまして、でもう肩が重いっていうように鉄アレに乗っけたようにストンと落とすと、正中線ごとドッと落ちるんです。そっ、呼吸してドッと落とす感じです。そうです、ここでなんか打ってる感じなんですよ。だからこう上げスッとスッと打つ感じで、それがだんだん毎日練習していくと可動が広がっていくんで、はいはい、そうすると多分届かないところにパンチが届いたり、裏技もいっぱい入れていってほしいんですよね。せっかくお会いできたんで、そうなんです、肩甲骨を使って歩くんですよ。そうです、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 歩いてる感じしません？俺結構これやりますね。これがいいんですよ。これでこう、おおおおおで、こうやって、え、これ銃持ってるんです。あ、ほふく前進ってご覧になったことあると思う、自衛隊、軍隊の横棒がこういうイメージですね、肩甲骨。そうです。あ、でも動くだけすごい、やっぱ。そうですね、ですか、すごい、いいです、いいです、いいです、これで肩甲骨の可動域が広がる、はいはい、取り入れた方がいいかもしれない、ね、そうそう、はい、本当に坂口と稲川聖っていうの総合格闘技が大好きなんで、元 UFC の先生、マティフーズですか。ああ、アメリカでショットショット、ミリタリーのショーがあるんですけど、そのブースにマツさんいて、その時にミリタリートレーニングを入れて、あ、それで俺も日本でそのトレーニングがいいな。日本ってこうちょっと分けて考えられちゃうっていうか、こう海外はやっぱりこうミリタリートレーニングの、あのマーシャルアーティストが取り入れて、マーシャルアーティストのこうトレーニング方法をネビシールズが取り入れたりとかして、はい、相互関係を作ってて、はい、格闘技のそういう、 こうトレーニング方法を軍隊とかに取り入れていったら、すごいよく日本からチャンピオンがいっぱい、そうですね、そういう中のやれたらなっていうので、まさに感じですね、はいはいはい実際今日受けてみて本当にすごいなと思って、衝撃とか可動域の動かし方とか本当に攻撃力を上げれるというか身をもって感じました。でもこれ本当に格闘技にも通ずるところもあると思うんで、ちょっと勉強させてもらって、もっと強烈なパンチを、はい、ぜひ KO を稼いでください、はい、したいと思います。お願いします。本当に今日ありがとうございます。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。じゃあ続きは、はい、僕の方のチャンネルで、そうですね、ディザームや武器を使った実践編ですね、もちょっと教えてもらったりとか、はい、あとは僕が武器を持って、はい、勝負を挑みたいな、はい、続きは僕のチャンネルでお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ミットつけてるね。そうだね、まあ、うちもチャンネル的に、はい、やっぱりかやさんとね少し触れ合ってみたいなっていう、はいはいはい、あの感じで少し軽く、かやさんのボクシング、はい、だってめちゃくちゃボクシングも一流だからね、ボクシングは。45歳の俳優でしょ、辛いね。相手は20代のトップファイターよ。そうよ、けどやるのもアクション度なんで俺、はいはいはい、じゃあ本気でいったり、はい、あの次の回チャンネルですげえ早いから、後から面白いよ、ね、戦闘術の攻め方もちょっと回数面白いかもしれない。あ、けどちょっとじゃあ軽く、じゃあよろしくお願いします、はい、すみません、ありがとうございます。よろしくお願いします。
めちゃ楽しい。よろしければ。すみません、お願いします。めちゃくちゃ反応多いです。いや、すごい。でもジャムが綺麗だわ。すごいですね、やっぱり。本当に反応めちゃめちゃいいです。本当ですか。びっくりしました。いや、ジャムが綺麗。格闘技そんな経験は？そうですね、少しぐらいですね。少しですか。すごい戦闘術をバンバン活用してますね。すだけどやっぱ反応多いです。いろいろ戦闘術の技出したいと思ったけど。一流に通用しねえなってすぐ分かったけどやっぱ一流だわ、うん、あのねこれを見てもらったら分かる。息切らせるしてないってやっぱ圧とかも違うんすか。いやあるね。っていうかねジャブがやっぱ綺麗だね。うん、あの俺がちょっと誘っただけでスーってくるからいやでもそうやって感じたものをまた映画にね紹介していってくれれば、ね、面白い映画になるんで最後だね。うん、やっぱり一流のこの圧とかもねマスでもやっぱ分かりますもんね。あ、分かりますよね、はい、大体強いか強くないか分かります、はい、そうですよね。いやだから今日感動しました。また戦闘術に生かして映画で発揮します。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。通りに来いよ。いやお疲れ様でした。お疲れ様でした。やっぱすごいね身体能力がね、うん、めちゃめちゃ身体能力高いですね。一流の本当にトップアスリートなんだなってやっぱ思いました。そうですよね。あの一番嬉しかったのは肩が割った時に脱力大事ですよ、ね、柔らかい方がいいです。そうって柔らかいんですね。もう筋肉はあるんですけどす、ね、ふわっとした柔らかさが多分毛 を狙える、はい、多分柔らかさだと思う。タクちゃんが、まあ、稲川先生から技を教えてもらって映画リボンに落とし込んだわけなんだから、あれかってね出した時はねこんな戦闘術見たことないっていうことで、まあ、先生の技に惚れ込んでね、うん、で命を追っかけてそのウェーブを習得したんだけどさ、うん、アクションでね、はい、やーやーやーっていうのもまあいいんだけど、うん、あとワイヤー使ったりカト割りでごまかしていくっていうんじゃなくてやっぱ自分の体一つで表現できるっていう、うん、が自分でありたい。あの嘘をなしで本当に戦うっていうのを極めていきたい。もっともっとこの己の肉体を使って、うん、もっともっとウェブもさらに進化させて、はい、やっぱりスタムライ映画やリボン02のためにまた先生、また技を教えてください。はい、のためにいっぱい宇野さんにありますよ。加谷さんも今日会ってやっぱ格闘技でいろいろなものを学ぶっていうことの体制が、はいはいはい、やっぱり彼らも一つの極み人なんだなっていう感じがしました。はいはいね、もし自分たちのウェーブが役に立って格闘技で生かされてどんどん日本人が世界チャンピオンになっていけたら
なんか少しでも手伝えたら嬉しいですよね。嬉しいですね。嬉しいですよね、はい、今回真面目にやっていろいろと考え深いものがありました、はい、この動画がいいなと思った方は佐賀の自宅のツイッター、インスタグラムのフォローよろしくお願いします。そしてチャンネル登録よろしく。